久保さん、人は人、うちはうち。まさにそれで育ちましたね。まさにそれで育ったっていうね。なこれ逆説を言うならば、うちはうち、うん、違う。人は人、うちはうち。うち、ん、は、うちは人と違う。うん、なんかまあ、なんだろうな。 まあただそれは反対にすることはできるってことですね。要はそのセリフを言われ,言われた理由としてはあのー、<laughs> 他の家がね、まあ、いろんなあのー、なんだ、まあ、クリスマスプレゼントもらったりとかいろんなプレゼントもらって何でうちは買えないの人は人うちはうちだったんですけど逆説ですよね。なんで俺んちはこんなあんだみたいなね久保さんも言ってましたけどなんでうち車がこんなあんのとかね。 ね、なんで親父働いてねえのに、なんでこんな、こんな、ずっと家にいんぞ、みたいな。<laughs> うちの家族は誰も働いてねえ、みたいな。どういうことだと。うちはうち、人は人。そう。だけど、そのね、多分ね、人は人、うちはうちの、なんだろうな、セリフを、明確的に言えないんですよね。<laughs> 明確的に。うん。だから久保さんが言う通り、うちは、 なんでじゃあこういう風な人と違う生活をできるのかっていうと、いや、マインドセットをマスターしたからとか面白いですよね。<laughs> YouTube やってるからとか。まあ、うち他の家族でお,お父さんで YouTube やってないでしょとで僕は、あの、父ちゃんはね、毎日 YouTube やってるんだよと。その違いだよと。うん。じゃあ友達のに聞いてみと。お父さん YouTube やってるって誰もやってないよと。で、うちはやってると。まあ、そこに違いがあると。 だから、お前も、まあ、人と違う生活をしたいんだったら、人と違うことしろと。<laughs> まあ、当たり前なんだけどね。うん。人と違う人生を送りたい。人と違う人生、収入を得たいんだったら、人と同じことやってたら、人と同じ収入、人生だから、あのー、人と違うことをやらないといけないと。うん。もちろん、人と同じ、人と、もちろん、人と同じことをやるのも、選択の自由があると。同じように就職して、 同じように働くそれも一つの人生だとでも違う人生もあるぞと,と就職せずに自分で会社を作って社長になるっていう選択もできるとどっちとるとでも人と同じ生活をしてたら人と同じ選択をしてたら収入には限界があると時間の限界もあるとなぜならば、えー、給料っていうのはこれはまあこのハローワークとかタウンワーク見せてねもうここにもう給料書いてあるだろうとこれが限界なんだと 就職活動するときに、就職会社に就職するときに、もう会社は決まった金額を提示してると。うん。でも、自分で起業すると。決まった金額はもらえないけど、自分でその金額を決められると。どっちがいいかと。<laughs> っていうような話が、親ができるかどうかですよね、多分。うん。でも、それは昔の人はそれを言えなかったんですよ、多分。 まあ自分もやってなかったし、時代背景もそうなんですけどじ、時代背景も選択がなかったですからね。今はもう選択がいっぱいあるので、別に FX やろうが、仮想通貨やろうが、YouTube やろうが、なんだ、トレードやろうが、まあなんでもあるんじゃないですか。うん。だからまあ、それを明確的にちゃんと説明して、じゃあお前はどうするみたいな、どっちでもいいんだよ、みたいな。どっちが悪いってわけじゃないと。でも選択はできると。じゃあどうするっていう。ただこっちを選択した場合は、 あの毎月の固定給はないぞと。自分の給料は自分で稼がないといけないから、それはあの少し大変なも、あの大変というか、責任はあると。でも会社で働いてると、ある一定の、ね、お,お給料は担保されるから、まあ、会社に行っておけばね、お金はもらえると。どっちがいいと、うん。でもこっちはやればやる分だけ、まあ、アッパーはないと。どうするみたいな話ですよね、うん。社員として働く人生もあるし、社長になる人生もあると。どっちがいいかと。 いうことですよ、ねうん、まあそれをちゃんとねやっぱ言えればいいんじゃないですかね <laughs> 昔は言えないんで多分だ言えないから多分人は人うちはうちだけなんですよその先がないですよねい、うん、ってらっしゃい